各位佛友，大家晚上好。おうゆ、おうゆの皆様、こんばんは。啊，我们现在嗯开始讲今天晚上的课。えでは、えでは、え今晩のお話を始めたいと思います。啊，那么今天晚上的课的题目是学佛到底怎么学？ 今夜は仏教をどのように学ぶかというお話です学佛到底怎么学这个课程这个内容是一个非常基础的内容仏教をどのように学ぶかというのは非常に基礎的なことです并不是一个很高的这个很深的内容 非常に高度なものであったり、あるいは非常に深いものというわけではありません。うん。しかし、多くの方は、こうした基礎的なことこそ必要そとされていると思います。私たちの最高の方法は、雖然是很高深、很高很深的法、高、深の方法は、 最高の法というものは、非常に高度なものであり、深いものですが。私たち一人一人に、適用されるというわけではありません。あ、うん。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 う一步ん。うん。うん。うん。 例えば、学校に通うにしても、小学校、中学校、大学と、段階を踏んで、上がってきます。あ、この学習、私有、次第、あ、びんぶし、おも、しゃん、ど、しゃ、ど、勉強には、順序というものがありまして、勉強したいものから、始めるというわけではありません。あ、同様の、おも、学法、あ、いえ、し、あ、し、えん、し、最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 、 仏教を学ぶのも、まず簡単なものから始めて、そして最後に高度なものに行くという順序がありますこの順序というのは、ただそうしたものがあるというだけではなく、非常に重要なものでもあります。 嗯，如果我们按照这个次第去学的话，就每一个人都一定会有收获的。この順序通りに学んでいけば、誰もが必ず成果を上げることができます。嗯，如果我们啊，就是没有按照这个次第的话，那么我们虽然是啊，用了很很很多的时间啊，但是呃、啊，这个效果啊不一定很好。 しかしもし、この順序通り出なければ出ないのならば、時間をたくさんかけても、効果は思わしくないかもしれません。人はその一生において、やらなければいけないことはたくさんあります。 呃，为了工作，为了生活，为了家人啊、呃，要去付出的，要去做的事情是很多，对每一个人来说是很多的。呃、仕事、暮らしあるいは家族のために、誰もがいろんなことをやらなければなりません嗯，这些事、这些事情，那、呃、我们每一天要去处理的这些事情啊、呃，从我们的世俗的生活的。 日々のこうしたことは、俗世間の立場から言えば、すべて重要なものであり、これを成し遂げなければなりません。しかし、私たちがあまり注意を払ってこなかった問題があります。那是我们的死亡 以后的啊，人死了以后的事情。えそれは私たちが死んだ後のことです。我们为了这一生的健康啊，这一生的安全啊，每个人啊都会去买啊很多很多的保险。私たち健康ある命安全の保険に比如说我们生病了啊，也有保险。 病気には保険があります。自動車にも保険があります。年を取った後にもそれぞれの保険があります。しかし、死んだ後、死んだことについての保険はありません。如果人死了 啊，以后是一是一切都结束了。如果真的是这样子的话，那么没有保险也没问题的。人が死ねば全てが全てが終保険がなくても問題但是这个到今天为止，没有任何人啊可以确定人死了以后不存在。しかし、今 人間は死んだら何も存在しなくなる,なくなるということを確証できる,できる人間はいません科学者にしても哲学者にしてもあるいは他のどのような学者にしても 誰にも人間が死ねばすべてが終わると断言することはできません精神についてはさまざまな異なる見方がありますがしかしこうした見方は突き詰めればその人自身の観点でしかありません。 呃，所以我们可以说啊、呃，就是人类这么几万年、几千年的历史啊当中，没有一个真实的逻辑或者是一个真实的实验是可以证明人死了以后不存在的。 ですから、人類はここまで数千、数万年と文明を積み重ねてきましたが、人間は死んだ後何も存在しないということを確認できる論理、あるいは実験というものはありません。然后越来越多的な在这个先生生活当中啊、发生的事情和很多的西方科学家的实验、研究、支持人死了以后、 存在その一方、現実生活におけるさまざまな出来事、そして西洋科学での実験などが、人間は死んだ後もなお存在し続けるということを裏付けています。那么人死了以後、如果存在的な方法存在、何かしら、对我が有帮助的な方法存在。 あでは、死んだ後も存在し続けるのならば、それはどのような形であるのか、そしてその時に私たちの助けになるものは何なのかということを考えなければなりません。ああ、な这个时候、我们最需要的是什么就是、学修这个就是、最需要的。

好、啊，这是我们需要学佛的呃、啊、第一个原因。另外一个啊，除了死亡的时候或者是死亡以后以外，在现实生活当中，就在这一世啊，就是精神，也就是有很多啊金钱、权力啊这些世俗的东西解决。 そして二つ目は死以外現実の生活つまり現世についてです現世にもお金権力などの世俗的なものでは解決できない問題がたくさんありましてこれを仏法を使えばうまく解決することができるのですあ、uh, 所以、uh, 有些人呢 就是认为啊，佛教啊，或者是学佛啊，都是为了来世啊，而不是为了今生。嗯，有这样子的这个想法。其实学佛它不仅仅是为了来世啊，学佛就是见识当中也有啊它的价值或者它的作用。 仏教を学ぶのは現世ではなく、来世のためと考える方がいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。仏教を学ぶことにも、来世だけではなく、現世的な価値があるのです。では次に、仏教を学ぶにあたり、どのように学べばよいのかについてお話しします。 首先、嗯、啊，我们很多人自己以为自己在学佛，实际上啊，我们的很多的学佛实际上是不一定在学佛。まず、多くの方は自分で仏教を学んでいると思い込んでいるかもしれません。しかし、それは学んでいることにはならないのです。啊，我们很多人的、嗯、啊，学佛的方法、啊 尤其是东方人啊，东方人很多很多的学佛的人的学佛的方法是什么？就是到寺庙啊去烧香拜佛啊，以这个为主。多くの方の仏教学ぶ方法というのは特に東洋においてそうなんですが、お寺に行っておお行をあげて、そして仏様を拝むというものです。然后啊，我们就是为了。 ただ、大一些生活当の要求、例えば健康、生活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 、生 然后还有很多时候啊，当我们的生活当中啊出现了一些不太顺利的这样子的事情的时候呢，然后我们又去啊这个求佛。あるいは何かのトラブルにトラブルにぶつぶつかったときに助けを求めるために仏様を頼むというのもあります。啊，这样子我们到寺庙啊，到寺庙去烧香拜佛这些那。 しかし、お寺に行って線行をあげる、仏様を拝むというのは、まだ仏教を学んでいるとは言えません。これは仏様に備え物をするというほどのことでしかありません。供佛は有没有用？供佛当然有名有福报、有功德。しかし、公佛 还实际上还不是学佛。もちろん、仏様に供え物をするということも役には立ちます。これにも良い報い、前方があり、そして苦徳があります。啊，然后第二个就是求佛啊，求佛是什么？我们刚刚介绍了。呃，我们的生活当中遇到一些不顺心的事情，这样子的时候呢，我们到寺庙啊去。 そしてもう一つ、仏を求める、あるいは仏にすがるというのがあります。これは先ほどお話をしたように、何かトラブルにぶち当たった時に先行をあげて、ご加護を求める。これもありますが、これも仏,仏教を学ぶということにはなりません。 嗯，求佛啊有没有用啊也有用啊我们遇到问题的时候呢祈请佛菩萨啊我们可以得到佛菩萨的加持啊有用的啊但是呢啊我们必须要知道这个还不是呃学佛还没有达到这个学佛的这个层次。 改善がが見られますがしかし、これもまだ仏教を学ぶという段階には至っていません。では、仏教を学ぶというのはどういうことなのかこれは釈迦牟尼つまりブッダに学ぶということです。

然后第二就是向释迦牟尼佛学习释迦牟尼佛的慈悲心。を学びます呃、嗯，实际上这两个啊，就是佛教的核心啊。佛教的核心，比如说佛教里面讲八万四千个法门啊，但是这所有的这个佛教的内容啊，归纳的话，可以归纳为两个字。 这就是智慧和慈悲、智悲。この二文字こそが仏教の核心です。仏教には八万四千の法門があると言われていますが、これをすて突き詰めれば、この二言知と非知恵と慈悲にまとめることができるのです。然后，慈悲和智慧啊，这两个跟我们每一个人的生活啊，我们的现实的生活是息息相关的。 慈悲と知恵は私たち一人一人の現実の生活と緊密につながっています。啊，我们不要以为佛教啊就是用来解决来世的问题啊，佛教只能解决来世的问题啊，佛教只能解决死亡的问题啊，不要有这种想法，佛教不仅仅是这样子。 仏教は来世のため、そして来世のことしか何,何かの対策をすることができない、死についてしか何かをすることができない、というように思い込んではいけません。あ、なの知和悲、あ、这两个跟我们的生活有什么关系呢首先、あ、因为我们很多人、あ、对这个世界、还有对我们的生命、あ、不是很了解。 では、地と火は生活とどのような関係があるのでしょうかまず、私たちの,多くの,私の中の多くの方は、まだこの世界、そして命というものについて十分に理解できていません。通過科技、あ、たちは、多くの宇宙や世界の深ものを知人は、多くの人た多の人たの多くの多の人多 科学技術を通して私たちは昔の人と比べて宇宙や世界について多くのことを知ってきましたしかし私たちにまだ解決できていないのは私たちの精神に関することです 私たちは自分の命というものを理解できていないので、迷いながら生きている方が多くいらっしゃいます。自,自分が何のために生きているのかをわからないという方も多くいらっしゃいます。 为什么要活着？为什么要每一天啊、呃、承受这么多的压力啊、呃？为什么要这？为什么要活得这么累、这么累还要活？这、就是为了什么的？目的是什么啊、呃？很多人是很迷茫的，在这个方面。えな、欸、生きるのか？

今は空前なほど発展してきていますが、しかし物質はこの段階で私たちに幸せをもたらすことはできません。そしてご存知のように人生は短いものです。那么这この短暂的な人生啊当中我们为了物质を付出すること多,很多 この短い人生の中で私たちは物的なもののために多く,多くのことをしてきましたなぜそうしたもののためにこれだけの労力をかけるのかそれは幸福を望んでいるためですなのこの付出はこの幸福創造了很多の物資 啊、呃，我们的物质的生活啊、呃、都是很丰富的，但是呢，这个物质啊、呃、就不是像我们想想的那样子，没有，实际上最后的时候呢，它没有给我们带来啊、呃、那么多的幸福和快乐。 私たちは多くの労力をかけて、たくさんの新たな物的なものを生み出してきて、そして豊かになりました。しかし、そうしたものは私たちが思ったようなものではなく、幸福や楽しさをもたらしてはくれませんでした。然后我们一个人生生存啊生存 会人の生きる目的は何なのかと聞かれますとそれは幸福のためそして楽しさのためだと答えるでしょうそれについては仏教もそうですし他の哲学,哲学も同様に答えます很多很多それは私たちが

例えば、うつ病、不安障害などがそうです。そして、また、私たちは生死を理解できていないため、死をよく恐れます。そして、私たちは精神を理解できていないため、死をよく恐れます。 虽然经常都感到恐惧，但是我们不知道怎么样去解决啊这个问题，不知道怎么样去面对。そして、死を恐れますが、私たちはこの問題をどう解決すれば良いのか、どのように直面すれば良いのかが分かりません。所以在这个问题上，我们大家都非常的无奈。ですから、この問題においては、何すればがないというように感じています。 那这个是我们，就是这个是为什么是这样子，就是因为我们缺乏了智慧啊，所以就最后就导致了这样子的后果。こうした状況も呃、啊，这是那、啊、也如果有这个佛教的智慧啊，那我们的生活不会啊这样子。仏教の知恵があれ 私たちの生活はこのような様子ではありません。そしてもう一つ、私たちの多くの人が、より自己中心になり、自分のことしか考えず、他のことをあまり、他人をあまり思いやりません。 然后我们每一个人都考虑自己的问题啊，不把别人的问题当一回事啊，这样子的时候呢，我们每整个的人都变得啊越来越冷漠。自分のことしか考えず、他人のを気にかけない。そうなると、この人間が日に日に冷たくなっていきます。

当我们遇到了問題的时候遇到面、面临真正的問題用、用人来真诚帮助我们何かのトラブル、難題にぶち当たったときに、本当に助けてくれる人がいないのです。そ問題都要、我们自己去解すべてのことを自分で何とかしなければなりません。然後、我们

基本的な生きていくために必要なことしか解決できません。そして今皆が、皆さんが直面している問題は生き,て生きていく上での基本的な問題ではないのです。所以这个时候ちの問題は生きていく上で的な問物ではないのです。それが今、私たちの問題は私たちの問題 しかし私たちが持っているのは物だけであり、物ではこうした問題を解決できません。そうなると私たちはどうしようもないと感じてしまいます。そして無力感に襲われます。友人というものは

那么这样子的问题呢，我们给谁讲啊？跟我们的朋友讲。但是我们没有这样子的时候，没有真实的朋友说了。这个时候呢，把我们的这些自己的生活上的事情说了啊，会人家啊，会会嘲笑啊，所以我们得不到这个帮助。

とそうなりますと,、えー、と、そういった悩みとか問題をあの他の人に話すこともできなくて、そして心なんかの中の心の内にため込んでしまって、どうすることもできなくて、そうなると、あのだんだんそういうふうにあのうつ病みたいになってしまいます。 还有一个啊，我们不懂得这个关心啊，其他人啊，不懂得爱其他人，不懂得关心其他人，不懂得慈悲其他人的时候呢，那么很多时候我们啊，感觉到自己的生命啊没有用啊，自己就是没有是一个没有用的人啊啊，这样子以后呢，我们会得啊这个自卑症。 また、えっと、思いやりとか自悲心を持って人に対することができないがために、えっと、自分は役に立たないものなんだ。自分はこの世の中にとって必要ないものなんだっていう、あの、自悲心、あの、自分ことを、あの、卑下してしまいます。这个原因これらは全て自悲心に欠ける、あの、ことから始まります。 还有很多很多很多，这个我们可以每一个人自己去可以思考。あ多く問題がありますが、これらについては皆さんご自分で考えてみてください。那么这些我们刚刚讲的都是我们的现实生活当中的问题。先ほどお話ししてきました問題には全てあの現世に関わるような問題です。这些现实生活当中的这些问题。学了佛就学两个慈悲和智慧。 あの先ほどのような現世に関わる問題は仏法の中の自と非について学べば解決解決できる問題です。金銭不能解決の問題、物質不能解決の問題、就是智慧和慈悲心可以解决这些问題お金で解決できない問題、あるいは物質的な豊かさで解決できない問題は、あの智非あの智と非 この二文字で解決できます。それを学ぶと、自分が学ぶと、自分が学ぶと、啊一生分が学ぶと、自分が学ぶと、自分が都有很多的が助很大的分が正しく仏法を学ぶと。あの 来世だけではなく、あの現世にとっても私たちの現実現実な生活の中にとってもあの多くの収穫を得ることができます。好，这个我们啊，首先给大家啊介绍我们为什么要学，为什么要正确的学佛啊？不是为什么要去烧香啊？为什么要去求佛？不是讲这个理由。我们为什么要正确的去学佛的原因？也就是说，我们为什么要学智慧和慈悲的？ ここまで簡単にどうして私たちは正しく仏法を学ばなければいけないのかあの仏法を学ぶというのはただお線香を備えるとか拝むだけではなくあの地と火について学ばなければいけないということについて簡単に述べてきました。 続けてあの、仏法を正しく学ぶための方法について申し上げたいと思います。学佛的方法の仏法を学ぶ方法は四つの字、大あの4つの文字に集約できます。この4つの文字は、啊里面呢啊这个整央の学法の方法と違う。 この四つの文字の中に、あの仏法を学ぶ方法がすべて集約されています。那这样子的话，啊，实际上我们今天讲的就是六个字啊。佛教是什么？两个字，智和悲。然后怎么样去学？就是四个字啊，一共就是六个字。 なので、今日お話しする文字は6文字です。どう,しあどうやって正しく仏法を学ぶかについては、地と日についてお話ししました。これからお話しする4つの文字は、正しくあの仏法を学ぶ方法についてあの、その方法が集約されている文字です。的方法只有个字これが最も簡単に仏法について紹介できる方法です。むあの6つの文字。

所有的学校啊都有老师，没有一个没有老师的学校。老师讲，然后呢学生去听啊，这样子以后才能够学到他所他想学的东西。全世界的学校には先生がいます。先生が教えて生徒が聞く。なので、あの、仏法についても同じことが言えます。 所以，我们学佛的时候呢，首先啊，我们要去听啊，要去听一下，也要去接受一下这个佛教的教育。なので、仏法を学ぶっていうのは仏法を聞くこと、そしてその仏法の講義を受けるということです。あ、あ、我、比如说像我们今天这样子的这个讲座佛教的讲座佛教的课。 啊，有机会的话，呃、啊，尽量的去听。聞くっていうのは、例えば今日のような講座のを聞く機会があれば、あのなるべくそういうのを聞くようにしてください。还有一个啊，我们现在啊，可以通过网络啊，通过手机啊，通过电脑，也可以听很多很多的佛教的课程。 また、今ではスマートフォンやインターネットによっても、いろんな方法で、あのネット上の物本について話している講義について聞くことができます。そして、家の中で,どこ,にでどこに出かけなくても、家の中でそういった講義を聞くことができます。 今はとっても便利です。自分が聞きたいときに聞ける、そういった便利さがあります。あの昔みたいにあのそうあの大変な時代はあ大変なことはなかったです。 然后我们去听了以后呢，啊，我们就会了解了很多啊，我们的这个，比如说生死的问题啊，生老病死的问题，然后我们对这个世界的认识，对生命的认识，对自我的认识等等，啊，我们就可以呃学到啊，学到很多的智慧。そうやってあの仏法について聞いていきますと、生死についてこの世界について。 そして自分のこと自我についての認識が深深まります。当年啊，释迦牟尼佛、啊、在世的时候，也是啊，佛陀每一次都是佛陀来给大家讲啊，然后其他的很多佛教徒呃、啊、就坐在佛陀的前面啊去听，以这样子讲和听的方式，把佛教一代一代这样子传下来的。 そして釈迦文仏が財政しているときにあのそのときもそうやってブッダがお話ししてそして目の前にあのお弟子さんがたくさんいてそうやって説法を聞くそういう形をとってきましたそして仏教の,の伝え方もそうやって一代一代そういうふうに聞くあのお話しする聞くっていう方法をとってきました。 呃，然后我们可以通过手机、通过电脑啊、呃，可以除了听啊、呃、以外，我们可以看啊、呃，这也是很方便。现在有很多很多这方面的佛教的很多的啊、呃，比较适合我们现代人的啊、呃、这样子的这个课程啊、呃，也不少，也也也已经有很多了。そして今ではスマートフォンでも簡単に我々の現代の我々の忙しい。 我々にとってもあの、いつでもどこでもスマートフォンによってこういった仏法の講義を聞くと見ることもできます。然后我们学、了以后听了以后学、中学、中学、中学校、中学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 、学、中学、 そしてそうやって聞いて学んだことは我々の通常の小学校から大学での教育課程では聞けないようなそういったあの物典から得るような知恵が学べるのですこれが最初の文字の文です2番目の文字は C です。っていうのは考えるっていう文字です。考えるということです。因为佛教啊，因为佛教的教义、佛教讲的这些内容呢，啊，都是很很深奥的、很深奥的这些东西啊。我们只是去听一听啊，如果不去思考，那不去思维，这样子的话，啊这个理解呃的不深啊，不能深入的理解啊，所以呢。 死というのは考えることですが、仏教の教義は奥,奥深くて、聞くだけでは受け取ることはできません。繰り返して考えることによってその理解が深まっていきます。なので、考えることが必要なのです。この思考の過程ゃの思考の平時私たちは、の 解决不了的这些烦恼，就是通过这个思考就可以解决的。そしてそうやって考える過程の中で、我々が日常あの出会う日常の中で生じてしまう煩悩についても解決できることがあります。呃，因为我们的呃心里的很多烦恼啊、呃，很多的痛苦啊、呃，都是因为我们自己、呃、把某一件事情啊、呃、得特别的严重。 なぜなら、心の中に生じる苦痛や煩悩というのは、往々として私たちが何かについて深刻に考えすぎてしまって、それにとらわれてしまって、それから離れられないので、そういったあの煩悩の状態が起きてしまうのです。 任何一个事情都有很多不同的角度去可以看它，可以不同的角度去思考这个问题。そしてすべてのことに,について言えることですが、いろんな角度からそういうことについて見ることができるのです。不同的角度去看问题、啊、不同的角度去思考问题的话，那么得到的这个结论、啊、都是不一样的。そしていろんな角度からその問題に。 を考えたときにいろんな結論がに出会うことができます那现在我们没有学佛的时候呢，我们只有一个角度啊，只有一个角度去看这个问题，那就是我们的世俗的、世俗的、我们的这个平常啊的呃常用的这个方法啊去看这个问题。那么这个问题呢，很多时候啊，这个方法呢，很多时候啊。 そして今仏法をまだ学んでないこの状態ではこの問題に,問題にぶち当たった時に考える方法考える方法は考える角度は世俗的な方法からしか取れないのですなので往々としてこういう世俗的な方法から考える場合答えは一つしかならないのです 比如说，有些问题啊，有些问题我们遇到了，有些问题的时候呢，我们从一个角度去看，啊，我们认为这个问题很严重啊，但是呢，如果换一个角度，从另外一个角度去看的话，那么这个问题就没有那么严重啊，这样子可以得到这样子的结论。 例えば、ある問題にぶつやだったときに、この角度から見たときはとても深刻な問題に思えるんですが、もう一つの見方から見たときは、大したことではないというふうに思うこともできるのです。例えば、いろんなものい、いかなるものであっても、前からそのものを見たときと、後ろから見たときは違うのです。 所以，我们那、啊、要学会啊，要学会啊，就是从各个方面去看这个问题的方法。私たちはんな角度から、んな問題を見る方法について学ばなければいけません。这样子以后呢，我们从不同的角度啊去看这个问题，学会了从不同的角度去看这个问题以后啊，很多事情啊，很多的这个问题。 は、uh, uh, uh, そうやっていろんな角度から問題を見たとき、見ることを学んだときにあの、私たちはその問題を解決するのに、他の人の力を頼らなくても大丈夫なようになります。自分でよく考えて、いろんな角度からその問題について考えて、それで自分で解決できるようになるのです。 我我々に知恵がないために、あの、いろんな角度からその問題を見ればいいんだっていうことには気づかない。あの、片方の方からしか見れないのです。 啊、呃，所以，我们啊、呃，学佛在这个闻和思的这个过程当中啊，听闻和思考的过程当中，我们一定会找到很多很多啊、呃，这个从不同的角度去思考问题的方法啊、呃，一定会找到很多这样子的方法。そうやってあの仏法について学んでいくと、問と思の。

いろんな角度から物事を見ることができるようになれば、生活の中のいろんな煩悩が、いろんな悩みが、あの、消えます。Uh, これが、あの、一番最初は聞くということと、二番目はあの考えるということでした。Uh, 第三個、第三個叫做、羊、文是、是修修心。 三番目の文字は、修です。衆というのは治める、修行するということです。衆是这个、整個の这个学佛の過程当中、最、最、最,最、最,最重要的就是修この衆という部分は、あの、仏教について学ぶ過程の中で最も,と最も重要な部分になります。衆、呃、那我们修什么呢必須要有知慧 如果没有智慧的话，那我们修了，也就是盲修瞎练啊，最后呢，修出什么结果，这个就是不好说啊，所以必须要有智慧。また修いうのは修行するいうのは何を修行するのか、それは知恵を持ってその修行するをあ選ばなければいけません。でなければあのあの 目が見えないような人で、あの、どこ行ったらいいのかわからない、そのような状態になってしまいますので、あの、知恵を持って何を修行したらいいのかをについて選ばなければいけません。修っていうのは心の中を訓練するっていうことです。 例えば、私たちの体も鍛えなければ病気になります。啊啊そうなので、私たちはジョギングをしたり、ジムに通ったりします。啊これは私たちにみんなよく分かっていることです。 然后就是一模一样的道理啊，我们的心啊，也就是我们的这个精神啊。我现在讲的这个我们的心是什么意思？第一个不是大脑啊，第二个不是心脏。そして同じように私たちの心も鍛えなければいけません。では心とは何か？心っていうのはまず一、あの脳ではありません。またあの二、あの心臓でもありません。 呃，第一个不是大脑，第二个不是心脏啊，那是什么呢？啊，就是我们的意识啊，意识啊，就叫做意识或者是精神啊，就我这样的心就是这个。では、心とは何か？心というのは意識であり精神です。好，然后这个我们的心啊，同样也要啊锻炼啊，如果不锻炼的话，跟我们的身体一样啊，它也会生病的。 そしてこの心も鍛えなければいけません。体と同じように心も鍛えないと病気になります。然后我们现在啊，每一个人的这个生活的节奏啊都很快。然后呢，我们每一个人的生活都有很大的压力，工作都有非常非常大的压力。每一个工作都面临很多很多的竞争的对手啊，在这种情况下。 一定会产生、很多、很多、很多的、不健康的、我们的心理的不健康的因素。そして、現代人の我々は、生活リズムはとても早く、そして、仕事の上でもいろんなプレッシャー、ストレスを受けます。あの、いろんな競争にもさらされますそうや。そういった中で、私たちの心も大きなストレスを受けて、あの、病気になりやすいのです。 我们的这个意识，如果锻炼的话啊，那我们就像我们的身体一样，它就会越来越健康。そして我々の意識も体と同じように鍛えればもっと健康になります。好，这个修心啊，是佛教。那这个心理的锻炼啊，用佛教的话来讲，那这叫做修心。そして仏教の中の仏教。 今日の中で言えば心の鍛錬というのが修行になります。簡単に言えば、私たちの修行というのは何のためにするのか一つの問題は、私たちの心理、というのは何一のためにするのか。あ、有有一知、無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  啊，天神的、先天的愚昧和物质啊，这个用佛教的话讲，这叫做无明。嗯，そして私たちはあの自分の中で抱えているある問題があります。それは私たちのどの人の中でも心の中に生まれながらして抱えているものがあります。それが無明というものです。先天的啊，就是生下来的时候啊，生下来的时候。 我们就有一个这样子的、呃、愚昧无知啊，那是什么呢？就是我们对这个世界的不了解，嗯，然后我们对生命的不了解，我们对生死的不了解啊，这个就是无名そしてその生まれながらにして抱えてるこの無明というのはどういうことかというと、この世界への,のこの世界を理解してないこと。 この生死について理解できてないことそういったことがあの私たち持っていてそれが生まれながらにしての無名無知ということになりますん很多很多この無名啊無知は私たちにとあの多くの,あの煩悩をあのもたらします。 有代表性的烦恼啊，就是有三个烦恼。代表的な煩は三つあります。一个啊，就是我们每一个人每一天都面临啊，这个生气啊，呃，就是遇到一些问题的时候啊，就是生很大的气啊，这就是呃、啊、嗔恨啊，就是憎恨啊，这是,、啊、是很严重的烦恼。 一番目は、心にです。えっと、怒りです。怒りの気持ちです。我々はいろんな、あの、日常生活の中でいろんなことにあったときに、その怒りを持った気持ちが生じます。それが、あの、心に一番目の怒りです。そして、あの、 仕事のストレスかプレッシャーからイライラしたりもします。然后越来越浮躁以后，就是我们特别容易生气。そしてイライラした後に特に怒りたくなります。啊，我们对父母啊，这个世界上啊，离我们啊，这个就跟我们最亲的啊，或者是对我们最最最,最好的，就是我们的父母啊。

呃，父母对我们的恩德啊、呃，这些道理呢，不是不懂，大家都非常的清楚。但是我们控制不住啊、呃，我们控制不住啊、呃，经常给父母啊啊顶嘴啊、呃，然后呢，对父母的这个态度，嗯，很不好，然后非常的不耐烦啊、呃，就经常都出现这样子的问题。 そして、あの、お父さんお母さんのご恩があるにもかあの、ご恩があるっていうのを分かりながらも、そうやって立てついていったり、態度が悪かったり、言い返していたり、あの、イライラしたりします。父父母母 そして、そうやって両親と、あの、喧嘩した後に、とっても気分が悪くて、申し訳ないなと思ったりします。後悔したりします。そして、自分のことを見下してしまうのです。あ、なま、ち最後就是这叫做自啊、就是ちょ、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 自ょ、自ょ、 この,二あの二、二番目がその慈慈悲慈悲って、自費、自費って自分自分を卑下するっていうことです。あの、自分を、あの、見下してしまうっていうことです。これは私たちの生活の中でとっても大きな問題になります。自分を卑下してしまう。自分に自信が持てないということです。あ、なので、我们对物质的这个要求、对我们对物資生活的要求、越高。 そして私たちが物質的な豊かさを求めるほど、あの求めると求めるほど、あの私たちがあの動力を、もっとより多くの努力を,あの動力を出さなければいけません。そして処理しなきゃいけないことがもっと増えて、そしてもっと忙しくなってしまうのです。 然后我们越忙啊，然后我们的心啊就越会浮躁。そして忙しくなるともっともっとイライラしてしまいます。这样子以后呢，我们这么猛啊，然后就付出了这么多物质、有了啊，但是呢，我们最后自己啊控制不住自己的情绪，所以感觉不到幸福、快乐。そうやってぶしで 無質的な豊かさを求めるがためにあのもっともっとというふうにあの自分があの頑張ってしまってそしてもっともっとイライラしてしまうそういうような状態の中サイクルの中であの幸福感を得られないのです。 不舒不舒服，不幸福。そしてそのような状態の中では、自分だけではなく周りの家族も自分の親もそうやってあの不幸せを感じてしまうのです。最后、啊、一家人，比如说住的房子、啊、很大，然后呢开的车特非常好，但是呢啊就是这个家庭啊就是没有温暖，这个家庭就是没有啊没有这个啊幸福，最后就导致这样子的结果。 なので、たとえいい車に乗ったとしても、その家族はあの幸せかっていうとそうではないです。那为什么啊，这个家庭的物质的条件啊都已经非常好、非常不错了，为什么不能啊感觉到幸福快乐呢？就一个问题，就是我们的心里的这种憎恨啊、生起，就这个原因，就这个烦恼，就一个烦恼的。 結果そしてどうしてその物質的なあのものが足りているにもかかわらず、私たちは幸福感を得られないのかというと、それは心の中に憎しみというあの気持ちが生じるからです。では、この悩みをどうやって解決すればよいのか。 学校で学んだ知識では解決できるのでしょうかそれはできません。科科技、科技、学で解決できるのかといえばそれもできません。科学で解決できるのかといえばそれもできません。学でのかと学で解決で学解決できるのか解解 世俗的な文化学問私たちが学んだ知識で解決できるのかといえばやはりできません。これは理屈を知らないから起きている問題ではないのです。理屈は誰でもわかります。これは理屈を知らないから起きている問題ではないのです。理屈は誰でもわかります。 方法がないからこのように家庭が断んできないというような問題ができ出てくるのです。この時に必要なのが修行で、これによって心の中の憎しみを解決するのです。あ第二个あ 另外一个是最有代表性的烦恼，就是我们的人的这个过度的欲望。そしてもう一つの代表的な悩みが人間の行き過ぎた欲望です。过度的意思就是说，啊，如果要求我们啊不要有任何欲望啊，这个我们任何人都没办法做到。 行き過ぎたというのは、例えば欲望を完全になくすというのは無理です。欲望、あ、人の欲望、有望人間の欲望には二種類あります。一つがいわゆる煩悩型煩悩が付きまとう欲望です。 另外一种欲望是无,无烦恼的欲望，就是跟烦恼没有关系，但是呢，它是一种欲望。一欲望比如说啊，我们想学佛啊，想修心，想大做啊，这些也是欲望，但是它不是烦恼。

そして、接続的な欲望も二つに分けることができます。一つが過度な行き過ぎた欲望であって、そしてもう一つが適度な欲望です。不过分的欲望、不过度的欲望、是我们对这个人类的基本的生存的条件戦的、呃这个基本生、基本生存条件的挑的、这个需求、欲望。这也是一种欲望。但是这个不是、不是、 过度的欲望。適度な欲望というのは、人間が生きて生きていく上で必要最低限のものに対する需要からるもので、これも欲望で適度なものです。然后我们的过度的欲望是什么？比如说啊，攀比啊、攀怨啊这样子的，有些就是跟我们的基本的生存是没有什么关系的啊，这样子的这个。 呃，这种欲望，那么这种欲望呢？当我们的心里产生了这个欲望的时候，我们自己是不知道它对我们有多多少的这个害处但实际上，它就像一个毒毒品啊一样，然后它就会伤害我们。 そして、過度な行き過ぎた欲望というのは、例えば、他人に勝ろうとする、あるいは見せびらかすような欲望であって、これが心に生じたとき、生じたとき、私たちはまだその害を感じることはできませんが、これは麻薬のようなものであって、既に私たちを蝕んでいるのです。所以、我们啊也可以分、有度欲望和無度欲王。 ですから度、度合いの度のある欲望、そして度のない欲望というように分けることもできます。然后这个啊そして先ほどお話をした、他人に見せびらか,かそうとするような欲望は必ず無限に膨張していくものです。 它就像一个跑步机啊，跑步机一样啊，但是呢，它会转得越来越快，越来越快。これは例えばランニングマシンのようなものであって、そしてその速さは少しずつ速くなっていきます。然后，当它的速度越来越快的时候呢，我们人在这个跑步机上跑步的时候，我们的脚步的速度一定要跟上它的速度。 そして、このランディングマシンが速くなるにつれて、私たちもその速さに合わせなければなりません。部上速度人もし追いつかなければ、転んで転倒してしまいます。ですから、このランディングマシンの速さを抑えなければならないのです。 但是我们很多人不会知道要控制。しかし、そのことを理解,理解できていない人が多くいます。啊、所以我们大多数的人就是拼命的跟这个跑步机的啊这个速度啊跟着他跑。ですから、私たちの中の多くの方は、ただ一生懸命このマシンについて行こうとします。所以绝大多数的人就在这个跑步机啊上面受伤。

このランニングマシンについていこうとして、その結果、怪我を負ってしまうことの原因は何なのかと言いますと、やはり行き過ぎた欲望、心の中の欲望によるものです。そこで、仏法を学び、修行をすれば、ランニングマシンの速さを少し落とすことができるのです。 为什么我们啊，现代人的生活、啊、各方面都是这么方便、啊、但是呢，为什么有这么多人的身体崩溃、精神崩溃？为什么有这么多的崩溃呢？就是因为我们的欲望。私たちの今の生活は非常に便利ですが、しかし多くの方が体あるいは精神の不調をきたしています。なぜなのか？それは欲望のためです。欲望啊，就是会。

私た,ち私たち一人一人の幸福感を徹底的に破壊してしまうこともあるのです。ですから、これを煩悩と呼ぶのです。这是第二个これが二つ目の煩悩です。第3個煩悩、佛教里面、就叫做無名。無名的意思は、就是物質和愚昧。 三つ目が、三つ目の煩悩ですが、仏教ではこれを無明と呼びます。無明というのは無知、妄、え、迷、ー、な状態です。私たちは多くのことを知らない。そして無知であるがゆえに様々な過ちを犯してしまいます。 这些错误就是因为我们不了解这个生死啊，或者是不了解很多的问题的原因啊，就是导致、啊、就犯了这样子的错误。如果我们了解的话，就不会犯这种错误。こうした過ち私たちが生きること、死ぬこと、あるいは他多くのことの原因を知らないために犯すのであって、これらのことを知っていれば、こうしたを犯すことはありません。然后。 犯了这个错误以后呢，然后我们会有啊后果啊，会有这个不好的结果。那么这个结果让我们更加的痛苦烦恼。そして、誤ちを犯すと悪い結果が生じます。その悪い結果によってたちは一層苦み誤み啊，所以它也是一个啊让我们特别啊痛苦的一个因缘一个因素啊，叫做无名。 ですから、この無名というのも、私たちを苦しめる一つの要素です。この三つを仏教の中では三毒と呼びます。この三つはすべてが毒のように私たちを傷つけますので、三毒と呼びます。那这三

锻炼就是修心。修,行修心了以后，修心、啊、就像一个手术刀修心的这个智慧，它就像医生的手里面的手术刀一样、啊、就把这个毒瘤、啊、可以把它切掉。学给对侬每次。 外科が手に握握っているメスのようなものです。私たちがかかっている毒というを切り取ってきます。我们的身体啊，就是这个生病到一定的程度，严重到一定的程度的时候呢，那就只能用这个啊医生手里面的刀才能够解决。 私たちの体が病気にかかり、それがある程度重度なものになれば、手術を手術をして取り去っていくしかできません。同样的，我们的内心啊，这些烦恼啊，是无是很早很早以前就一直都这样子啊流转下来的、流传下来的，所以现在已经是很严重的地步了。所以在这个时候呢，我们用智慧就把它切掉。 そして、心の中の煩悩も、すでにだいぶ前から積み重なってきたもので、重度なものになっています。今、知恵を持って、これを切り取っていくのです。佛教、他的这个存在的价值、佛教的存在的价值、就是这个。他能够把这些东西都可以断掉。仏教の存在する価値はここにあり、つまり、こうしたものを切り取ることができるのです。 人类的内心的这些问题啊，这些烦恼啊，我们刚才讲啊，科技没有办法，哲学没有办法，只有佛教的修心才能够消灭这些烦恼。人間の心の問題そして煩悩に対しては科学哲学では太刀打ちできず、仏教だけが解決することができるのです。啊。呃 那么，如果我们没有修心的话，比如说我们去烧香拜佛啊，烧香拜佛，烧了一辈子的香，一辈子的这个拜了一辈子的佛，那么这些问题解决吗？能解决吗？解决不了的。他对吧？修行がないとして、えずっとお善行あげたりあげたり、え仏様を拝んだり、そして一生を過ごした場合、問題は解決できるのかと言いますと、それはできません。 然后，比如说我们很多的这个日本的佛教徒啊，好像是每一个人啊死了以后呢啊，这个死死了以后就是到寺庙啊去这个呃、啊、处理，最后就是以最最后寺庙来处理，就是这个葬礼啊啊寺庙来举办啊，可能是每一个人死了以后呢啊，这个骨灰放在这个寺庙里面，这样子汉传佛教。 比如说，像中国大陆，呃，在这个传统上也用，啊，人死了以后呢，啊，把骨灰放在这个寺庙里面的这种传统是有的。え、例えば日本の場合、え、誰がが亡くなりますと、仏教お寺で仏教式のお葬式をあげ、そしてお骨をお寺に預けます。え、こうしたようなことは中国にも一部でこうした伝統が残っています。然后人死了以后、啊，人死了以后。 用教方法来、来出 <music> もちろん、誰かが亡くなった後、仏教の方法で、その後の葬式を取り行うというのは、間違いではありません。仏教だけが、こうした死後において助けになることができるのです。 但是有一个遗憾的问题是什么呢？好像很多人就是出了死亡的时候，把骨灰送到寺庙啊。出了这个以外，好像是活着的时候没有去学习修心大作。しかし残念なことに、亡くなった後にお葬式お骨をお寺にお寺で祀るということをしかしておらず、生きている時に修行していないという人が多くいるようです。这个啊是非常遗憾的。 これは非常に残念なことです。这我们昨天啊也讲到过，人死了以后啊，其他人给我们超度和我自己活着的时候啊，自己超度自己，这个是不一样的，作用是不一样的。 昨日もお話をしたんですが、私たちが死んだ後、他の人が代わりに、代わりに。え、法要を営み、再度をしてくれるというのは、自分が生きている時に。自分で自分を再度するのと、働きは異なるものです。え、啊私もネットで読みましたが、日本の仏教というのは。死の仏教だという人がいます。 这个说起来可能是有点点不太好听。言葉の響としてはあまりくないものかもしれません。但是这个无论这个好听不好听，这个说法已经出来了。しかし、そうだとしても、こうした見方がすでにあるのは事実です。那么如果是在如果这是人死亡的时候啊，就是给他念念经啊，然后就是把骨灰放到这个寺庙。 あ、活着の時候不学习不不闻不死不修、如果真的是这样子、あ、这样子的话真的是非常非常的遗憾。もし死んだ時に死の仏教であって死んだ時にお経をあげそしてお骨を寺に,寺に預ける生きている時には修行しない門師修にお門師門師修を取り行ってこないというならばこれは非常に残念なことです。 比如说，我们的人死了以后孤会，骨灰啊放在寺庙，然后呢，寺庙的这个僧人啊给他念经啊，顶起的每一念的这个念经，这样子的话有没有用？是有用的。もちろん、に対して僧侶が毎年お経を上げてくれるというのは十分に役に立つことです。这比啊，我们的把我们的骨灰啊撒在。 大海里面啊，或者是在宇宙中间啊，撒在宇宙间等等，比这些方法强得多，好得多。これは例えば海に散骨するような方法、あるいは宇宙に散骨するような方法と比べればはるかに良い方法です。但是如果寺庙啊，把这个人的骨灰放在寺庙里面，这就是作为一种商业的手段啊，这样子的话，那也就是没有什么意义啊。 这个骨灰放在寺庙，和骨灰撒在这个大海里面，可能是没有什么区别。しかし、お寺、お寺がこれを単なるビジネスだとようにしているならば、それは意味のないことです。寺に預けていても、海に散骨をしても、何も違いはありません。我们现在啊，需要的就是人活着的时候，自己去学习，自己去打坐，自己去修心啊，这就是最最最重要的、最好的方法。 今必要なのは私たちが生きている時に自分で座禅をし修行することです。これが最高なことです。また、日本の一部のお寺には別の競争もあります。それは。

日本のお寺でこのようなお葬式を挙げるには、ドルで少なくとも2000ドル必要だということです。一方、ロボットを使えば400ドルで済みます。所以很多人就觉得、呃、呃就没有,花没有必要去花这么多的钱、就400块钱、就可以超度了。但是这个想法是错的。

もちろん、もちろん、亡くなって、ほかに、近くに僧侶がいない、ほかにも方法がないというのならば、ロボットに代わりにお経を唱えてもらうというのも、もちろん、孤独はあります。ないよりはましなのです。所以我希望啊、我は、望あ、おも、おも今天、在座的当中、就有很は很多は日本人、 希望就是日本佛教徒第一个不要等到死亡，就是要没有死的时候，活着的时候要闻今日は日本の方も多くご来場していると思いますが、皆様に期待したいのは、死んだ後を待つのではなく、生きている時から修行を始めることです。然后呢，死的时候呢，也就不要因为价格便宜。 もし亡くなったときであっても、単に安上がりからと言って、ロボットに頼むのでは、頼むことをしないでほしいと思います。サイドの力というのはどこから来るのでしょうか、声から来るものではありません。

最高の方法は、生きているときに自分で、門、師、衆を行うことです。そして、若者の皆様にお伝えしたいのは、仏法を学ぶというのは、高齢者のことではないのです。

然后西方人在欧美这些地方为什么那么那么流行啊？这个禅修。え、せよ欧米なのでは今、え、座禅が非常に流行しています。学校、医生、警察、军队、政府官员都在修这个禅定。え、大学。 あるいは医師、そして政府の方、軍の方など、誰もが座禅を勉強しています。他の方法では、心の問題を解決できないために座禅に頼るのです。如果、用其他的方法能够解決、なぜなら、

残禅,非常非常禅は既に西洋で非常に流行していまして、今、日本や韓国でもその流行の兆しを見せています。あと5年間、10年間すれば、より一層広まっていくことでしょう。 都不是年，都不是老年人，都是年轻人。座禅をするこのような方たちは高齢者ではなく若者なのです。小学一年级的学生也在修。小学一年生でも座禅をしています。アメリカでは座禅に関するさまざまな実験を行っています。 その結果、座禅が小学生に対し多くの面でプラスの効果をもたらすことが分かりました。Uh, これは仏教の中のほんの一,つ一部の方法です。他の方法も同じように効果を上げることができるのです。 ですから私たちは死の日を待つ必要はないのです。現在就要去学在修以自己超度。今から学び、今から修行し、そうすればロボットが再度してくれなくても、自分で自分を再度することができるのです。 就是,就是有学佛我仏法を学ぶのは、私たち一人一人にとっては、自由なことであり、誰もが行うことのできるものです。しかし、それをせずに、最後にロボットに頼るというのは、非常に悲しいことです。 呃，那么这个机器人的那、呃、这种超度呢，我刚才讲了，比如说像念佛机啊、录、呃、音机啊、呃、我们的手机啊、呃，里面有这个佛的这个声音，这个给王者听啊、呃，都有帮助，不需要这机器人的这种歪心，只要这个声音有一点帮助。 ロボットのサイドについては先ほどお話をしたように、代わりにお経を唱えるというものがありますが、これに関して言えば、スマートフォンの中で、例えば録音されているお仏のお経の声でお聞かせでも十分に助け、助けとなるのです。ロボットの外形は必要ありません。そうした声があれば良いのです。未来、あ、我们の很多很多的行业、很多的职业、会被机器人代替。 今後、多くの職業がこのロボットに取って代わられることでしょう。唯教都しかし、仏教のものはロボットが取って代わることのできないものです。なぜなら、あの内在する精神の力が必要だからです。 そして、そういう内在的な精神力が必要なのでロボットにはないのです。なので私たちは自分が生きているこの時にこそ自分に慈悲力、慈悲の心と知恵の,の心をあの備えなければいけないのです。啊

迎接我们的不需要机器人，用不上。そして普段から阿弥陀仏の念仏を唱えれば、私たちが死ぬ時に阿弥陀如来が迎えに来てくれるのです。ロボットのサイドはいらないのです。好，这是修心啊。那么修心这一这这是我们今天讲的啊，这个修心，这、就是一个方向心的，给大家啊介绍一下需要修心但实际的这个修心的方法。 今日は簡単にあの修行しなければいけないという方向性を示しました。で、実際的なあの具体的な方法についてはさらにあのあの学習しなければいけません。就是修心これが先ほど述べました3番目の文字の「修」です。 修啊，这个就是第三个，就是修。三番目的文字の修です。啊最后一个就是行，行动啊，行动啊，我们学到了以后啊，学到了以后，然后我们要落实到我们的工作当中、生活当中，要用实际的行动啊，这叫做行。 そして4番目の文字が行です。行うということです。行動です。私たちが文信集で学んだことを実際の生活の中に落とし込んでいくのです。そういうことが必要になってきます。比如说、我们一个人、啊学佛了、修行了。这样子以后呢、我们让身边的、啊朋友、家人、啊然后呢、就让、让把我们的所学到的东西、所得到的东西へ就、可以分享给、 他们。例えば我々私たちがあの仏法について学んだ時に、その学む学んだことをについて周りの人にシェアしていくことです。我想我们每一个人的身边啊，我们今天在座的每一个人的身边啊，就是因为缺乏物质条件，需要帮助的人可能是不多，也许有，但是不会很多的。 今ここにいる我々の一人一人の周りに物質的な困り、あの物質的な欠乏によって困っている人は少ないと思います。但是我们每一个人的身辺、就是因为缺乏精神上的力量啊、精神上的力量、然后就需要帮助的、这样子的人、一定会有很多很多。 しかしながら、精神力が足りないがゆえに、いろんな問題を抱えている、心の問題を抱えている人が、私たちの周りに多くいると思います。首先、我们从我们的身边的人、做起。まず、その周りの人たちのために何かをあのやるということです。あ、我们学佛了以后修行了以あ、把我們自己的这个三 这个消灭，嗯，消灭，这不可能彻底的消灭，但是呢，只至少有下降，有控制。那么这个方法，我们可以告诉其他人。例周りの人私たちが仏法を通して学んだ修行を通して学んだ三毒を三毒先申人とか怒とか無知なんですけれども

そして、そうやって周りの人たちも、そういった方法を学んで、心の中の不幸せな感情を徐々に減らしていて、そういった感情を処理して、有意義な人生を送ることができ、幸せな人生を送ることができるのです。 これが仏教で言う、主張にご利益を与えるということです。そして、我々一人一人誰でもそうやって人を助けることができるんだということを分かったときに、私たちも生きがいを持つことができるのです。 原来我的这个人生啊，也是很有意义、很有价值。我可以帮助到这么多的人啊，会有这种感觉。そしてそうやって私の人生は有意義なものなんだ、価値のあるものなんだと思い思って幸せに送ることが幸せに過ごすことができるのです。这种感觉啊，让我们的生命啊有活力啊，让我们拥有这个自信。 啊有幸福感そして、このような感覚が私たちの人生に活力と自信を与え、もっともっとたくさんの人たちを助けようという、助けられるんだというふうに自信をさらに持つことができ、有意義な人生を送ることができます。 帮助啊、呃，利益众生的这个过程当中，我们所获得的这种幸福感和快乐感啊，这种感受，这种满足啊，然后我们奋斗了一辈子的这个物质，都不能给我们带来这样子的满足感。 このような人々にを助けるという、利益,あの利益あの、人々に役立つことができる、このような満足感というのは、われわれが物質的な欲求を満たすためにあの一生かけて頑張ったとしても、そういうような幸福感というのは得られないのです。これが仏教でいう自利利他の精神です。 これらすべて今すぐに行うことができますし、現世に役に立つものです。来世にあの死,死んだあのこと死、死んだ時を待つこと、死,死亡の時にを待つことは必要ないのです。佛教 讲人生难得啊，佛教就是说我们的这个这一次的这个人生是非常非常难得啊，非常来之不易这样子的啊。为什么来之不易呢？就是因为有这么多的选择啊，因为有因为可有这么好的机会啊，所以难得。 仏教では人心得がたしって言います。あの人の体は得がたいというふうに言いますが、なぜ得がたいかと言いますと、このように多くの選択肢があるからです。なので、この我々の今のこの人生っていうのは、本当に得がたいものなので、とってもとっても大事にしなければいけません。 啊、这就是我今天啊要讲的这个第最后第四个字的最后一个啊，行行动。これが最後に私がお話ししたかったあ、啊、最後の四番目の文字の行です。好，那么我们今天晚上的这个这个啊这个讲座里面呢，就给大家介绍了六个字。そして今夜の講座の中であの六つの文字についてご紹介しました。 前面的两个就是佛教，什么是佛教？前の二文字が仏教とは何かです。后面的四个字就是怎么样去学佛？そして残りの四つの文字がどうやって仏法について学ぶ大家记住这六个字就可以了。皆さんこの六つの文字を覚えて書いてください。但是这六个字里面的每一个字里面都有很多很多很多丰富的内容。 しかしながら、この一文字一文字の中には、まださらに多くの内容が含まれています。これらについては、さらにあのまた別の機会にであの学習しなければいけません。特に修行の修というところでは、もっと具体的な方法が必要です。 呃，学起来不很难啊，不是很难的啊，只要我们花一点点的时间，就可以学会的。これらの具体的修行方法は難しくありません。時間をけなければいけません。我们啊，去工作、赚钱、养家糊口，呃、啊，这个是对我们一个世俗的人来说非常的重要。

このような仏法を学ぶことを修行するっていうことの重要性は、あの、家族を養う仕事をするっていう重要さに劣る、劣るものではありません。なので、自分たちで時間を調節して、一部分の時間はま仕事のために使います。有一部分的 时间啊，安排给我们的这个生活。そして一部分のせ、あの時間を生活にてます。然后另外一部分的这个时间啊，就是安排给我们的修心和学习。そして一部分の時間を学習と修行に当てます这样子以后呢，我们的这个生活啊，或者是我们的人生啊，变得呃非常的精彩啊，非常的有意义。 こうすれば、私たちの人生も生活も有意義なものになります。そして、とても豊かなものになります。そして、現世ではとても幸せな人生を送ることができ、そして来世に,とに,についても希望が持てます。 希望大家啊能够进一步的去学习和修心。好，我们的今天的这个讲座啊就讲到这里，还有十分钟的时间啊，这个当中呢我们大家啊有什么疑问的话，我们可以互动交流啊，欢迎大家来提问题。 今日,は今日の講義はここまでで、これからはあの質問応答の時間になります。えー、ご質問は既に、えーの、こうした質問用紙に記入していた,い,いただいておりますので、まず問題を読み,読み上げて、そして、えー、通訳をしてから、えー、答えていただきます。えー请问 当弟子在系统的跟随一两位上师学习时，有时会在别处读到一些佛学文章，或遇到一些老师兄讲一些可能是更高的法，总之就是和之前所学的内容不符。请问是要经常主动接收这些内容，还是应该尽量避免？ えー、特定の師匠について勉強をしているときに、他のところで今まで勉強している内容と異なる内容、あるいはより高度な内容に触れることがあります。こうしたものには自ら接近し、吸収していくべきなのか、それとも避けていくべきなのでしょうか。 非常合格的上师啊，这样子的话呢，啊，我们先去听上师讲的法，然后就去修这个法啊，就可以啊。然后呢，上师可能到时候会有安排的，呃、啊，没问题，不需要着急啊。呃、啊，另外一个呢，比如说除了上师讲的以外啊，然后有其他的啊，其他的老师兄或者其他的科呃、啊、去听。 これはその師匠が誰かによる、えー、にも誰か誰のかにもよると思いますもし素晴らしい方であればその説法を聞き、えー、その通りに修行すれば問題がないと思いますもちろん他の先輩のこと言葉を聞いたり、えー、あるいは講義に出たりすることも何ら問題がありません 啊，第二个问题上是啊、呃，典礼期间罗周看布啊、呃，空海和尚开创了呃日本的宗呃宗严宗，也就是唐密与藏传佛教有何不同？啊，と空海があの開いた新宮寺唐密と地べた仏教はどのように違いますか？空海法师的这个呃日本的密宗啊、呃，在藏传佛教里面呢？ 啊、呃，也有藏传佛教的密宗啊、呃，就分外密和内密啊、呃，分两个不同的层次啊、呃。内和外的意思呢，这个两个不同的层次的意思。那么外密啊、呃，这个就是现在这个日本的这个密宗啊、呃，在藏传佛教里面就叫做外密啊、呃。然后呢，另外一个叫做内密啊、呃，这个内密。 是在这个除了藏传佛教以外，呃，其他的这个文字，呃，上面是没有的啊。然后呢，呃，空海法师的这叫做这个东密呢，啊、呃，在藏传佛教里面就叫做外密啊，外密内外的外。 空海が開いたあの日本の密教なんですけれども、これはチベット仏教、チベット仏教にはあの外密と内密、あの外の密とあの内側の密で外密と内密っていうふうに違うレベルの密教があります。で、えー、とその二つに分かれているのですが、えー、と日本の密教の場合は、そのチベット仏教の外密っていうところ、あの部分に当たります。で、えー、とチベット仏教の内密の方なんですが、これは文字が残されていません。 こういうふうにあの、まあ、分けることができると思います。今日は、佛教はどのように解決すなぜ戒律があるのでしょうか何を解決すしのか佛教は解決するのか何を解決するのか佛教はどのように解決するのか佛教はどうに解決するのでしょうか佛教うん、のように有很多的戒律 仏教には多くの戒律がありますが、しかし、すべての戒律は、四つの根本的な戒律に還元することができます。其中第一个、就是、不杀人、不杀生。うん、那、为什么不杀生大家很清楚。 その一つ目が殺さない、殺傷しないということです。なぜそうするのかも皆様よくお分かりだと思います。2> 第2つ目が、偷盗、無抢劫。なぜ無抢劫そして二つ目が、盗みあの、強盗働かない。これもなぜそうするのかよくお分かりだと思います。第3つ目が、不欺騙人。 那为什么不欺骗人？不能欺骗人呢？这道理也不需要讲，大家都很清楚。そして三つ目が人を欺かない。これも皆様説明したくても分かっていただけると思います。然后第四个啊，第四个就是不破坏别人的家庭啊，不破坏别人的家庭。那么为什么不能破坏别人的家庭呢？那这个就伦理道德上啊，大家都很清楚，这个为什么不能。 そして4つ目は、他の人の家庭を壊してはならない、これも一般的な倫理道徳観念から言って分かっていただけると思います。この4つが仏教のすべての戒律の基礎です。すべての,戒律,の戒律にとって根本な戒律です。 呃，然后我们啊，怎么样过一个比较应该是应该过一个什么样的生活呢？啊，可以这么讲啊，我们应该去啊，接受一些适当的约束啊，当然这个不能太多了，但是呢，适当的约束啊，这个是有必要的。え、そして生活の中でどうすれば良いのかということですが、適度な制限を受けるべきだと思います。 比如说，我们刚才讲的这个四个根本的这个节律当中呢，佛教啊、呃、要求我们，如果能够做到四个，那是非常好的；如果做不到，实在是没办法做了，那就可以三个啊，三个也不行，那就两个啊，两个也没办法做到，那最终最后一个也是可以的。这个就可以根据自己的能力啊去接受。 例えば、先ほど説明した4つの根本的な解決ですが、これを守るにあたり、どうしても無理というのであれば3つだけ、さらに無理のであれば2つだけ、1つ,1つだけというのも可能です。つまり、自分の能力に合わせて守っていけるものを守るのです。やん、おまんの心味、ああ、ちょ、没有任何で虐述的の其实这个不是一个最好的生活的方式。

例えばお酒を飲みすぎる、そして麻薬などといったことは制限しなければ、それが悪い影響をもたらすというのは皆さんも分かっていると思います。啊，然后另外一个，如果这个约束啊太多了啊太多了，这样子的话，那也就会导致啊一种压力啊在生活上导致一种压力，成为去变成一种压力，这也不是一个好的生活的方式。 その一方で制限が多すぎるともそれがプレッシャーになり、そしてストレスになるので良いことではありません。所以我们啊要选择一个呃中心的啊，比如说不走两个极端，一个极端就没有任何的约束啊，另外一个极端太多太多的约束，就离开这两个极端啊，找到一个中心的啊路，这样子的话就比较应该算是比较好的生活的方式。 ですから極端に走らず、つまり制限のない生活、あるいは制限の多すぎる生活ではなく、適度な生活を見つけるというのが良い方法だと思います。はい。最後の問題。<music> 坐禅を行っている時にネガティブな思考や感情、記憶が湧いてきた場合、どのように対処したら良いのでしょう。大作的时候啊，大作的时候，我们开始大作的时候，就会有很多很多很多的呃杂念啊，似、啊、乎就是比我们不大作的时候还多啊这样子的这个杂念啊。那么这些杂念当中呢？ 有各种各样的烦恼，比如说平时啊、呃，刚才提到的，比如说肝情的问题啊，这个时候就心静下来了以后，啊、呃，这个肝情上的问题呃出来了啊，然后呢，心静下来了以后呢，啊，然后就有其他的，比如说别人啊，什么什么时候对我不好啊，或者是我给别人借了钱啊，他还没有给我还啊。 啊，什么时候才还呢？到底会不会还呢？啊，等等，这些都会出来的啊，呃、啊，都没有关系的，它会逐渐逐渐的会可以可以控制住啊。开始的时候这些都会有的，这这个可以说是一个正常的现象。杂念するときに、まあいろんな雑念が浮かびます。えっと、いろんな煩悩や感情的問題、いろんな感情が浮かび。えっと、心がだんだん静まったとしても、あの 誰かに嫌なことをされたとか、お金を貸したのに返してくれないとか、そういった考えがあの行ったり来たりします。これらは、あのだ,んだ,んだんだん落ち着いてきます。これはとっても普通なことです。今日は、私たちの問題を聞いていま就提到这里。还有其他的问题的话、我们ちの問題を聞いています。私たちの問題を聞いています。 えと今日はもう時間の関係で、あのちょっと問題、あのまだまだなあの問題あるんですけれども、今日はここでちょっと切り上げなきゃいけません、えー、とあし日も明後日もまだあの答える時間があると思いますので、また残った問題については、その時にあに答えたいと思いますそして最後に皆さんでエコーをしましょう。 简单的给大家介绍一下什么叫做回向。诶，皆さんに簡単にエコについてご紹介したいと思います。回向就是比如说我们今天啊去做一笔生意啊去做做生意赚了一笔钱，然后这个钱啊我不向我一个人啊用啊，我想把这个钱这个公司里面的所有的员工啊平等的啊分给他们啊，那么。 エコーいうのはどういうことかと言いますと、これは何かビジネスで大きなお金を儲けたときに、あの、このお金を自分のものにするのではなく、あの、社員のみんなに公平に分け与える、こういうことが、あの、エコーということです。 呃，今天我们啊、呃、大家听了这个佛教的讲座，那么这个是讲经说法或者是听经闻法是有很大很大很大的功德的。那么这个功德，我们啊、呃、分享给天下所有所有的众生啊、呃，给予他们啊、呃，这个分我们这个功德呃不要啊、呃，我一个人用啊、呃，不要我们几个人用，就是分享给所有人。 今日皆さんあの仏法についての講座を聞いたわけですからこれには大きな苦毒があります。この苦毒をです、ね、一切の主張にエコーする、あの分け与えるという考え方がエコーです。 そして、真心を込めて、一切の主生が幸せで健康でありますように、そして亡くなった時に極楽浄土へ往生できますように、ということについて心を込めて祈願する。これがエコーなのです。このように、あの、願をしてください。

嗡嘛啊姆班匝格勒玛玛色达吽，嗡嘛啊姆班匝格勒玛玛色达吽。谢谢，谢谢大家。